ジャックザキヤマのケツアゴビーキザキヤマでーすあのメガネビーキですけどね、すごいうまいこと入ってきたね。もう待てなかったあれなんだろうあれ、いや止められたのよ、ね、スタッフさんにはまだ小木さんが話しますって言ってね、でも大丈夫、もう邪魔はしませんと、参加だけさせてくださいっていうそれが邪魔だったいやいや言いたいことがやっぱさ聞いてると出てきちゃうのよあなるほどねとか一緒にほらフロリダの方も行ってるからさ、入ってきたら紹介するから、あいつ打ちながら入ってこられるからいやだからなんとも紹介しづらいから、いや俺も参加したかったのよ NASA の話とかもねいやでもとにかく今日はねもう、もうおぎやはぎに負担をかけないようにね、俺も今日頑張りたいのよ。おーおーおー、もうでもね大丈夫なんだよ、結構元気になっちゃってさ、いや全然顔色なんて真っ青だもん、真っ青じゃねえよ、いやいやいやまだまだね、いやそんなだって結構な事故起こしたわけよ、事故は結構、そうでしょ、それまず全然ヤギさんっていうの昔から強がるのよ、そういうちょっとね、弱みは見せたくないっていうタイプの人だから、はい、俺もだからもう全然信用してないもん、矢作さんが大丈夫だなんて。そう、顔に一つも傷もないしね、大丈夫、ピンピンピン持ってるけど内面それはみんなの何よ、し手折れてる、ほら右手が曲がってるやん、折れてる手がちゃんと曲がってるけどね、肘からちゃんと、うん、いやでもねあれは俺無理してると思うんだ、本当は無理して曲がらないよ、激痛があると思うのよ、そんなことないよ、だからもう本当に俺を呼んでくれないっていうかね、もうすごい頼ってもらいたい、こういう時は、まあだから嬉しい話だよ、いや俺それが悲しかったのよ、矢作さんがね、もうあれ2週間ぐらい前、そうだね、バイクで事故っちゃって、うん、一番最初に電話したのが、うん、救急車なんでしょ、救急車なんで俺電話しないのよいやいやそれは頼ってもらいたいのよ、頼ったところで俺もうびっくりしたよマネージャーから聞いてマネージャーもびっくりしてた、うちの大竹マネージャーもなんか救急車の方に電話したみたいでみたいな山崎さんじゃなくてみたいないやだ俺はちょっとその時はね、もう苦虫をねもう噛み殺したようなね、そうとなんでまず俺じゃないんだっていうそれは辛かったよ、でその次のその日のだからもうラジオだよね、そうだラジオだね、もう俺はもう本当にこれ俺の出番だと、やっぱおぎやぎが困った時こそね、俺が行くしかないと思ってたら電話もならず、結果おぎさんが一人でやっててね、そうだそうだ、ちょっとニッチもサッチも行かないみたいな感じになっちゃってるでしょ、だからもう待ちに待ったのよ、電話も来なかったんだ、いやだから本当電話も来ないんだ最初は電話来るはずだと思ったんだ、いや本当そうよ、電話も来ないんだ昔のテレクラ思い出したわ本当に本当にあの成田なんとかさんの成田なんとかさんのねあったのよあったのそんなのテレクラがさもういい加減にしてよだからもう本当に直談判ですよ、いやもうもう今日は TBS のスタッフさんにねもう1週間ぐらいもう2週間ぐらい前かこれやらせてくれと思う、分かった、今回小木ちゃん矢作ちゃんにはね本当に楽させてあげたい、分かったお願いいいね、もうだから今日はちょっとお任せするよ、じゃあ、いや今日本当にただ笑ってりゃいいからかっこいいな、かっこいいね、やること満載で打ち合わせ全部してきたから、怪しいな、そういうこと言うやつ怪しいんだよな、おぎもあの俺がさ怪我して帰った日もおぎもなんか同じようなことしたんだよね、俺ほらあばらもちょっと折っちゃってるから笑うと痛いって言ったら、やっぱおぎが言ったセリフどれがいたら笑っちゃうでしょだから危ないから帰れってね、帰れって、そして散々なラジオになったから、いやでもお兄さんはそれはもうほら昨日の今日だったから大変だったよ、まあ、あれはね、あ仕込み時間がないもん、なるほど2週間仕込んでバンバン固まっちゃう、俺も仕込んでんの、いや仕込みどころの話じゃないよ本当にあそう仕込みすぎちゃってる、マグロの漬けで言ったらもう味が濃くなりすぎちゃってるぐらい逆にまずいみたいなね、漬けすぎね、ダメじゃねえかぐらいのギリのところだから、危ない、来週今日やんないと腐っちゃう、まずくなったら腐っちゃうね、腐っちゃう、もう漬けたんだったらいつやるの八木さん、古いなちょっとねえ、漬けるんだったらもうこんな漬けたんだったら八木さんいつやるのね、ちなみにその振りやってきたのパリでお母さんだからね、お母さんがやるレベルだからね、ね、いつやるのよ八木さんね、今でしょ
そんなこと言われたらどうよ。小木さん。はい、引く自由しなきゃいけないだろ、これ。何何倍返しだよ、小木さん。これ。こんなこと言われたら何倍返しだよ、流行りもん、ね、流行りもんが大好きだよね。ダサいな。小木さん、ちょっとこんなこと言われたら何倍返しだよ、え ?10 倍返しだ承知しました。流行りもんが大好きだよ、ね、え大好きだな。じゃあね、今日はもう本当私が2時間でね、小木ヤギを救っていきますんで、おうおうもう本当大船に乗った気持ちでいててくれればもう問題ございません。のでね、ました。はい、うん、じゃあ早速もういろいろとこもプログラムも用意しちゃってるから。あ、そうなの。ありがたい、うん、なんかあんの。もうな、もう、うん、なんかあるとこじゃない、もう盛りだくさんですから。いろいろだって、はい、あれでも仕込んでんだもんね。いや、もう本当に楽しみだ。山崎がそんなにほら計画的なことやることないじゃん。確かに仕込むってすごいよ ね本当にめったにやらないよ、うん、俺はもう本当に逆消費者金融って言われてるから。どういうこと？どういうことだ？計画的じゃないのよ、軽い。今ね、もうそう言われてるぐらいの、もう無計画で来たから。計画ね。もう今がやばいよ、小木ちゃん、矢作ちゃんのね、はい、力になりたいっていうことで。あの、こっち10分ぐらい前からずっと小木ちゃん、矢作ちゃんって言うんですよ。イベンターさん？イベンターさんなの？地方のイベンター。地方のイベンターさんなの？力になりたいっていうことだ。だからもう本当に今日はね、もう、ディレクターさんのね、まあ、あの、宮崎さんって方はもうずっと、まあ本当に、うん、まあお酒を交わしながらもう本当ちょっと喧嘩になるというような時もあったよ本当に。あ、なるほど。いや、それ違いますよ、おぎちゃん、やぎちゃん、これじゃこれじゃおぎちゃんはやぎちゃんは納得しませんよみたいなもうちょっとね熱い戦いになるぐらいのね意味がありました。あったのね。ぐらぐら掴まれてね、はいはい、あれはなどこだったっけな、いいよ西新宿ですかね。もういいよそこは。西新宿の飲み屋でね、肩バーンって当たってね喧嘩になる時もありました。サラリーマンの方とそういう飲み歩いてたから俺だって全然頼られないから。だからタイミングなり見計らってるから次の。違いますよ。そこで引っ張ってるけど。まあ、とにかく、うん、もういや、じゃあいい、もうやっちゃっていいの？いいよ。やっちゃって。もうだって、うん、もう40分経っちゃったから。やばいよ、今日。うん、ああ、もう始まってね。そう。じゃあ早速、うん、生かしたいと思いますけど。生かしたい。生かしたいと思います。いやね、僕だけじゃないのよ。え？今回、小木ちゃん、矢作ちゃんを助けたいっていう。え、何？あ、違うの？いや、もう人望感じた。やっぱ、おぎやぎの。もう他にもね、やっぱね、こういう時だから、ちょっと、やぎさんとかおぎさんの力になりたいっていうね、うん、後輩もいるわけです。あら、だらその方にね、嬉しいね、うん、やっぱり、はい、なんか何かできないか。うん、何か、山崎さん、僕できることないですかねっていう感じで、俺の目を見るからね。うんうん、じゃあ、マラソンじゃないかと。はマラソン。流行りもん。乗るね。いろんな番組。好きだね、ほんとに。そう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 。先週やったやつでしょ、それ。マラソンだと、やっぱり。ああ、マラソン。いや、やっぱりマラソンっていうのは、やっぱ人の心を打つし。うん。おぎちゃん、やぎちゃんの心も絶対打つと思うのよ。まあね。うん。まあまあ、そこで、そのマラソンを、なんか挑戦してくれる人をね、うん、ちょっと、今、繋いでますんで。あ、そうなの？はい。あ、今俺たちのために走ってくれる人。そう。じゃあちょっとね、うん、もう繋がってますかね。もしもーし！もしもーし！あ、もしもし！あ、もしもし！お疲れ様です。飛んでるよ。ちょっと自己紹介してもらっていいかな、じゃあ。はい、もしもし。あ、もしもし。うん、聞こえてる？飛んでる。あ、聞こえてます。ありがとうございます。うん。ちょっと電波が悪くなっちゃってるのか、そういう声なの？どっち？もしもし、聞こえますか？あ、聞こえる、聞こえる。あ、お疲れ様です。じゃあちょっと自己紹介してもらっていいかな。よろしくお願いします。ピクシャルの池田哲也です、うん。よろしくお願いします。もしもし、ピクシャルの。もう一回いいかな。うん。人力車の後輩の池田哲也です。おーい！お疲れ様です。池ちゃん。お疲れ様です。へぇー。ありがとうございます。池ちゃんも随分と、おぎやぎの心配してたよね。はい、そうですね。やっぱり、矢作さんの怪我、やっぱり心配してました。でも、はい、おぎやぎを見て、この世界に入ったんだよね。そうですね。うん、違うな。違うな、これ。違うな。いや、そうだよね。おぎやぎさんに憧れて、はい。おぎやぎで一番好きなネタなんだっけ？おぎやぎさんで一番好きなネタは、うん、美容室です。美容室ね。よく知ってるね。はい、で、それを見たときに芸人になりたいと思って、はい、この世界に飛び込んできたんだよね。その通りです。ねえ。そうじゃないと思う。今回正直どう、池ちゃん。はい、ねえ、小木さんが、八木さんがね、うん、ちょっとそういう事故にあったって聞いたとき、はい、どうだった、正直な気持ち。いや、憧れの人間がやっぱその、うん、とんでもないことに巻き込まれたっていうので、やっぱ、うん、心に傷は負いましたね。あ、やっぱりショックだった、はい。やっぱショックでした、はい。やっぱり今後自分も気をつけよう
なんて思わなかった？なんだよこれ。どういうことそうですね。どう？これいらんといたのここ。やっぱ交通社会なんでやっぱ気をつけようと思いましたね、うん、そりゃそうだよね。はい。でもその自分が気をつけるだけじゃなくて、はい、こういう事故っていうのは自分が気をつけても、はい、誰かがこう来ちゃうっていうこともある、はい、そういう恐怖はない？ないかないあるかないかちょっとよく意味が分からなかった。いいよいいよそうだよ意味分かんないよね。あるかないかって言ったらどうよそういう恐怖は。あるかないかの。あるよね。あります。うん、はい。そういう恐怖もあるけど、はい、今回は、外に出て、マラソンしてくれるってことだよね。そうですね、はい。ありがとう。いや、そうだよ。その勇気を俺はなんかね、今回、おぎやぎにね、伝えたいのよ。あ、ありがとうございます。はい、ちなみにだけども、リアルやね、はい、今、どこにいるの？ちょっとスタート地点だよね。今、ここはですね、うん、どう？ちょっと周り見て、何が見える？周り見てですか？あ、うん、高円寺駅です。高円寺駅。はい、今高円寺駅にいます。ああ、ってことはそこがスタートになるんだね。そうですね、ここから走っていこうと思ってます。高円寺駅って結構遠くね、はい、いや、高円寺駅っていうと赤坂まで約10キロ、うん、10キロその道のりがあるというだってもう1時間15分ぐらいしかないよ。もうあと1時間、そうですね、10キロ。そうか、2時間っていう、だから本当は2時間でやりたかったんだけど、うん、最初にね、おぎやぎが喋っちゃうからさ。で、知らなかったから、そんなの。池ちゃんのスタートが遅れちゃったのよ。僕、だいぶペース配分変わりますね。やばい、そうだよね。はい。でも、今から、池ちゃん、はいはい、スタートするんだけれども。はい。気持ちはどう？気持ちは。そうですね、やっぱりその、昨日山崎さんに走ろうかって言われたばっかりで昨日じゃねえかそうですね、まだうん、ちょっと今までその不摂生しかしてきてなかったんで、うん、そうだよね。ちなみにちょっともしかしたら池ちゃんのことね、はい、知らない、はい、まあおぎやぎは知ってるけど、はい、ちょっと知らない方もいるんでね。いや、もうそうですね、はい、体重は何キロだっけ？体重101キロです。結構あるな。あるな。絞ったよね。はい、絞った。絞ったのか。このためにね、大島さん、大島さんが絞ったように。絞ってないよ。ね。103キロあったんで。103キロから2キロ絞ったんだよね。はい、2キロサウナで絞りました。うん。でも、100キロになった時っていうのはさ、はい、あれだよね、その、結構前だよね、その3桁っていうの。そうですね、はい、ちょっと前ですね。そうだよね。はい、そのやっぱ俺聞いた話だと、はい、やっぱいくら太ろうと思ってもね、はい、才能がなきゃ太れない、はい、だ90代まではいけるけど、はい、3桁いくっていうのは、はい、太る才能がなきゃダメだっていうのを聞いたことあるの。はい、だもう池ちゃんがね、はい、100っていう数字、自分の体重、はい、見た時、はい、どうだ。早くスタートさせてやれよ。本当だ、ペースがどんどんやばくなるんだよ。スタート全然できないんだよ、そのわけわかんない、どうでもいいインタビュー。もうインタビューが下手すぎる。池ちゃん、どうだったどうだったじゃね。あー、うん、ちょっと、うん、メモリが反対側まで行っちゃうんだなって思いましたね。あ、それはタイプのやつだったんで。いい意味でそれとも悪い意味で。どっちの意味。まあ、そうですね、まうん、芸人なんで、まあ、いい意味でですね。ああ、はい、なるほどね、はい、そのやっぱデブというのもキャラクターになるからね。そうですね、はい、うん、じゃあ分かりました。時間大丈夫ですかね。え、何、時間大丈夫ですかね。いや、それもだからどうにかね、はい、この血圧ビーキやってる間にね、ゴールインしてもらわないとちょっと感動みたいな。だから早くスタートさせるのがね、ペースがちょっとよくわからなくなってきて、ペース配分だからちょっと、はい、2時間で120分で走ろうって言ってたのが、はい、ちょっと今もう45分経っちゃったから、ってこと倍のペースですね。だから75分しかないのかな、あと。うん、やばいね、早く行かせてよ、はい、ね、今75分しかないっていう、はい、その今の状況どうよ。いいよ、早くスタートさせてやれよ。ちょっと、あ、何、うん、いや、素直に答えていいよ、その変に格好つけないでいいから。はい、どうよ。いや、きついなっていう率直に気持ちはあります。はい、うんうんうん、走り切れるかなっていう不安もあるよね。いや、不安ありますね、はい、おーおーおー。でも、おぎやぎのためだったら、いや、まあ頑張ります。そうだね、はい、わかりました。はい、じゃあ、早速ちょっとね、この本当に、はい、10キロ、はい、この時間で走るっていうのは結構膝にも負担かかるだろうから、この時間は、はい、うん、そこら辺もね、あんまり怪我にも気をつけてね、はい、走っていただきたいと思います。わかりました。じゃあ
せっかくですからちょっとおぎやぎの二人に、うん、ちょっとスタートっていうのをね、なるほど、言っていただいて、はい、そのちゃんとこのやっぱ勢いづけていきたいんでね。なるほど、はい、じゃあちょっと それでいいかな、池ちゃん。うん、ああ、ぜひお願いします。なんでそれとも自分で言いたい？いやもういいだろ、だったら自分で言いたい。俺は自由よ。自分で、いやそれは尊重したいの、池ちゃんどう？自分で言いたい、それともおぎやぎに言ってもらいたい。いやもうせっかくだったらおぎやぎさんに言っていただきたいんで、はい、はい、じゃあ、そろそろね、ちょっとスタートしたいと思いますけど、お願いします、ね、ちょっといいですか、分かった、ぎやぎさん、うん、どうですか、スタートを言う前の気持ち。いやもういいんだよ、はい、だ感動させるのは下手なんだよな。ちょっといやどうその、いや感動させようとしてんの分かんない、どう、うん、どうどういらないんだよ、大丈夫、言えるよ、言える、早くスタートしよう、大丈夫だ、大丈夫だ、大丈夫、俺が言えばいいのね。じゃあおぎさんとぎやぎさん、この2人で同時にいけちゃんのスタートをお願いします。じゃあ池ちゃんね、はい、この赤坂に向けて、はい、マラソン頑張ってね、はい、よーいスタート。2年池ちゃんが繋いだら早くない？ 200m ぐらい、いや順調でしたよね。電話つながら早くない？何のトラブルもなく、分かんない、なんどうなんだろう、 200m 進んだということでね。こういうのうまいの、うん、多分うまいと思うのに。いやでもこれはね、やっぱ分かんない、スタートが肝心だから、そこでケツまずいてたらね、もうダメなんですよ。だからちゃんとスタートできたなという、まあ、できたかなってことね。そう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 、しばらく見せるもんね、よくね、そう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 、そうなのよ、多少はね、うん、そういうことなの、ね、でここでね、やっぱりリスナーにもやっぱね、うん、俺はやっぱこう参加してもらいたいというかね、やっぱ池ちゃんが走り切れるかどうかわからないから、まあね、応援メールをねちょっと募集したいと思うんですよ。あ、でそれはまあ池ちゃんに限らない、やっぱおぎやはぎでもいい、はい、でもその八木さんのね、うん、そのか事故があったから、うん、それで頑張ってくださいみたいな、とにかく、はいはい、応援、うん、もう池ちゃん、八木さん、うん、おぎさん、うん、まあ、俺でもいいし、うん、最後俺らが知らない人でもいい。もうとにかくは応援という括りで、バレンティンでもいいよ、バレンティンね、ねえ、もう55号を超えるんじゃないかみたいなこと言われてますから、俺のために走ってくれてるんですよね。できればそうです、わかりました。じゃあもうバレンティンにしましょう。関係ねえんだ、バレンティンへの、もしくはイケちゃんへのもう応援メール。俺関係ねえじゃん。俺全然関係なくなっちゃったじゃん。いいですね、バレンティン、かイケちゃんへの応援メールをよろしくお願いします。なんでバレンティン、なんかね、いやもう早速ね、もうメールの方来てますよ。来てる、ラジオネーム恥知らずの文高、うん、ケツアゴの皆さんこんばんは。ゲタゴ名義ですか、はい、こんばんは、言ってくださいよ、こんばんは、はいはい、マラソン企画の過酷さに涙が止まりません。池ちゃんが無事にゴールできるのを願っていますという、うんうん、ありがとうございます。ちょっとね、そんな、まだ早いですよ、本当に込み上げるにはね、続いて、ラジオネームインジュライダー、ザキヤマさん、小木さん、ヤギさん、こんばんは、こんばんは。この人の、この日のために減量してくる池ちゃんの心意気にもうすでに感動しました。いや、してないんだよ、だから池ちゃん頑張れという、もうすごい量のね、メール来てますんでね、うん、もうどしどし応募してますんでね、うん、あ、こちらも来てます、あー、これね、ラジオネーム、うん、オスオラ山村もみじ、はいはい、バレンティン、55分超え頑張れ。いや、本当に来ちゃってんじゃないか、バレンティンに本当に来ちゃってんじゃないか。バレンティンそうだよ、涙してるっていうね、絶対聞いてないよ、バレンティン放送時間内にね、55分超えられるか、無理だよ、それは絶対無理じゃない。そこにもかかってますからね、みんな期待していただきたいと思いますよ。期待してない。さあ続いてご用意しておりますからね、ザキヤマのマラソンだけじゃございませんよ。おお、何あんなもんの、いきますよ、ここで、うん、はい、クイズザキヨネ、お金でしょうということで。そうだね。ねえ。そんなことはない。お金はね。クイズは好きだよ。もう常に自動販売機のお釣りのコーナーをね、うん、に手を入れてるおぎやぎ。そんな生活したことない。カチャカチャカチャっていうのも癖ですからね、本当に。そういう人じゃないよ。ねえ。そうしたことないよ、そんなもん。収録におぎやぎが来るとね、うん、もうこぞって他のタレントさんが、マネージャーに財布を預けるという。そういうのも、おぎやぎっていうのはもう有名ですから。そうだもんね。もう、泥棒じゃねえんだよ。業界ではね。泥棒じゃねえんだよ。明日の収録、おぎやぎいないよねっていうのがもう、皆さんの挨拶の言葉みたいな。お金が好き。それほど、おぎやぎはね、お金が大好きということでね。お金が好きだといいんだけど。まあいろいろと、八木さんもかさんでるでしょう。修理を出さなきゃいけないとか。まあ、バイクのね。そうだ、そうだ。おぎさんだってね、そのいろいろと生活は、家族がいますから。だからここで2人にクイズを出して答えられたらもう元気をプレゼントしよう、うん、賞金出ますよ、本当に、はい、ザキヨネ、すげえ、見事正解しましたら、なんと現金10万円、
へえ、10万円差し入れ。いいね。すごいじゃん、10万。はい。いいね。結構すごいよ。頑張れる。頑張れる、頑張れる。金額ですよね。嬉しい、10万円。嬉しいよ。10万円が急に入ったら、そんな僕銭たまりませんよね。たまらない。ですから、2人にはもう、そこで頑張っていただいて、10万円を手にしていただきたい。これ、まずクイズ大好きだから。ああ。そうなのよ。知識を入れるっていうの大好きね。大好き大好き。さあ、さあ、では早速ですね、はい、すこれはもうお二人、もう力合わせちゃっていいですからね。あれ、お二人の、知能を使っていいの？はい。超ラッキー。小木さんへの問題とかじゃなくて、矢木さんへの問題じゃなくて、これ二人の知能すごいよ。問題でございますから。俺が知らないことを小木がしてて、小木が知らないことを俺がしてて。ああ、そうなの。ってことは、つまり、小木やはぎで言うと、全部知ってる。全部知ってんの。ちょうど。ああ、そうなの。ちょうど全部知ってる。補い合えてんのね。そう。ええ。じゃあ、よろしいですか？まあ、1から、一応、まあ、999までございます。は？問題です。そのモード。それ、もう、何人いる ?1099 問題。99問あんだ。で？ですから、その好きな数字を言っていただいて、そっから、答えていただくという。ほう。すごいじゃん。やった。うん。では。はい。何番ですか？何番が？二人で決めてください。じゃあ。何番でもいいよ。2番。2番ちょっとさ、今日ちょっと持ってきてないですね、2番。すいません。まず頭の方が。ベタだな、これ。何それ。すいません、ちょっと2番はね。すいません、今日来る前にやっちゃってたんで、他の人。よく営業とかやられてる。やっぱイベント関係の人だもんな。なんかギャグの感じとか話し方、地方の感じがするんだよね。2番ってこのやつやっちゃってるんですよ。何番ですか？で、4番。4番。4番。4番もすいません。ちょっと来るときに落としちゃって。申し訳ございません。もうちょっと2番4番ちょっと、2番4番だけがないのね。だけがないんですよ。できればね、もう他で選んでいただきたい。ちょっと上の方がいいのかな、じゃあ。16番。なんですか ?16 番。わかりました。8番ですね。では、営業の2番の問題を。営業の2番いただきたいと思います。矢作さんの大好きな、ハーレー・ダビッドソンからの問題です。ハーレー・ダビッドソンといえば、ダビッドソン兄弟とハーレーさんが、1903年にアメリカで設立したオートバイメーカーですが、このハーレーさん、フルネームは何？さあ、お考えください。ハーレー。これはやはりもうバイク好きですからね。これはやはり。これはじゃあちょうど小木さんが知らないところを、矢作さんが分かってるということでよろしいですか？いやー、フルネーム？ハーレー。ハーレー。さあ。ハーレー。ハーレー、あれ、ニコフ。そう、どうですか？分かりますか？ソ連だ、それ。ハーレー。まあもしね、もうちょっと、厳しいなって言うんでしたらね。ライフラインもございます。あ、ちゃんとあんの？何ライフラインって。テレフォン。はい。50/50。はい。あれ。ま、みんなのやつ。あ、オーディエンス。オーディエンス。はい。ございますけど。あんの？はい。これオーディエンス。オーディエンスで。オーディエンスで。あ、でも50/50がいいじゃん。あ、そうだ。50/50、4つないじゃん、まず。あれあれ、まあ、4つから選ぶんじゃないの？なんか言ってくんないの？そういえば4つだけをね、やって。いや、4つないですからね。フィフティフティどうすんの？どうすんの？50/50の。50/50の場合は、50/50はないです。50/50はないですだから。ライフラインに？ライフラインってないです。50/50は、その、4問、4つ ABCD だったら50/50。そうだ、普通そうじゃん。そうだよ、ABCD。ですから、ないです。それは言いましたよね。それは、言ってなかった。言ってないよ、言ってない。言ってない。なんだよ、50/50はないです。ごめんなさい。じゃあ、4択じゃないのかよ。40/11はありますけども、50/50はないです。40/11って、テニスの得点じゃん。関係ないよ。なんで ?50/50 はないです。ごめんなさい。4つないと無理でしょう。オーディエンス。オーディエンス？オーディエンス。でも、オーディエンスなんて、この試合。いや、知らないよ。知らないよ。選んでください。いいですよ。だから。でも、オーディエンスだって、どれがいいと思うかっていう4択あってからのオーディエンスじゃん。そうだよ。だから、オーディエンス A だと思う人、B だと思う人、で、手あげるやつじゃん。それの数でね。だから4つ候補あげてみてください。え？
いや、こっちは正解わかんないんだから。そうだ、正解入ってない候補あげてくる。だから、あげたのなんとなくの、勘の4択あげてくる。それやってたらオーディエンスできますから。意味ない、それ。いや、意味ない、意味ない。意味ない。やらない。やらないよ。やらないですか。やるかやらないか。聞いてみますか。やるかやらないかオーディエンスで聞くこともできます。もったいない。もったいない。いやいや、テレフォンでしょ。テレフォンありますよ。あるテレフォンあるって言って俺ら用意してないよ。うん、いや、テレフォンはちゃんと。あ、俺のこっちで、その。あ、俺の親しい人。いや、そうですね。頭。はい。違う、それでも結構頭いい人用意させてくれんだよ、あれ。うん、そうだよ。いいんですかじゃあ。うん。いや、こっちはもうじゃあテレフォン行くんだったら、こっちでもうテレフォン専用の人。いいよ。テレフォン専用の人を用意します。テレフォン専用の人がいるの。いるの？はい。もういいよ。でもテレフォンもいいよ。俺今。テレフォンでいいですか？もう自力では難しい。うん。うん、っていうことでいいですね。今わかんない。わかりました。うん、じゃあ、テレフォン選択ということで、うん、よろしいですね。わ、うん、かりました。うん、あ、うん、起きた。さあ、電話先の相手がわかれば、うんうん、これも見事10万円。ね、え、あ、1問でいいの？もういいですよ。それを供養はもう何問も時間がある限り、ああ、じゃあルールちょっと違うんだね。1万円から始まって、4万円、5万円とか10万円とか。ああ、ちょっとそこはね、うん、気になりすぎるな。もしもし、お疲れ様です。あ、お疲れっす。チェイス。もしもし。あ、もしもし。全然違うじゃん、向こうの。もしもし、はい。チェイス。全然違う。チェイス。すごい重そうだね。っつってるよ。あ、もしもし、はい。チェイス。温度差大丈夫？チェイス。はい。あれ、どうした元気ないね。え、元気ないじゃない。えっつってんだ。誰よ。元気ありますよ。もしもし、はい。ちょっとお名前ちょっと言ってもらっていい？あ、ユッティです。あー、そうだよね。ユッティか。びっくりしちゃって、つい元気ないから。いやいや、そんなことないです。頼むよ、チェイス。あ、チェイス。チェイス。大丈夫今、ユッティ。はい、大丈夫ですよ。今ちょっとテレフォンでね、ユッティが選ばれたんですけれども。テレフォン？知らねえじゃねえか。向こう何も知らねえじゃねえか。何してんの、ユッティ。今、テレビ見てます。テレビ見てる？はい。あら、じゃあ一回テレビ消してもらっていい？テレビ消す？うん。テレビ、はい。ごめんね。はい、消しました。消した？はい。じゃあちょっといい？つけてもらって。何だったんすか？いや、一回ちょっと一回それ、いい？ごめん。ちょっと今チェックしてるから。テレビ大丈夫？チェックって何のチェック？チェックしてるんで、ちょっと一回つけてもらっていい？もう一回。何のチェックしてるんすか、これ。いや、こっちの機材のちょっとチェックしなきゃいけないから。あ、本当ですか。テレビつけました。つけた？何機材のチェック？今は何？テレビが向かいにある感じ？向かいにあります、目の前に。向かいにある感じね。はい。ちょっと動かしてもらえ、動かせる？テレビ、ちょっと。テレビを動かす？うん。今、ソファーがあるの？家に。ごめん、ちょっと正確に教えてもらっていい？ソファーある？今、ソファーに座ってます。ソファーがあって、机があって、テレビがあるって感じ？その、ユッティの前。あ、そう。じゃあ、ちょっと面倒かもしれないけど、テレビを、その机の上に乗せてもらっていい？ちょっと、チェックしてるから。テレビを机の上に。ちょっといい？大変だよ、ちょっといろいろと。いや、チェックしてるから。チェックなんだよ。ちょっといい？はい。ちょっと重い？大きい？いや、相当でかい。重い。いいよ。いやいや。重いよ、そりゃ。うて。どう？乗りました。はい。映った？乗りました。あ、映った？いや、なんか急に砂嵐みたいになりました。あ、抜けちゃったの？あ、コード抜けちゃったのね。はい。ああ、でも、映りました。ってことは今、ソファーがあって、机があって、その上に、テレビがあるって感じ？そうです。ベッドは？ベッド？うん。ベッド？ベッドは、寝室なの？ベッドは寝室にあります。ああ。じゃあちょっとそのソファーを、はい。ちょっと寝室の方にちょっと一回持ってってもらって。なんでですか？なんで？ちょっとチェック。これ何？ごめん。ちょっとチェックしてるから。これテレフォンなんでしょ？ちょっと。ねえ。これ答え、早くさ、ちょっと聞きたいんだよな。いや、ちょっと今、ちょっとセッティングが終わらないとこっちも進められない。ごめんね、言っていい？ちょっといい？ちょっとソファ。ソファってどんぐらい一人で持てるやつ？持てないだろ。三人掛けなんて結構でかいですね。ああ、そうなんだ。はい。じゃあ、ちょっと、ま、ちょっと、じゃあ、その、ちょっとずらす感じでいいよ、机の前から。ああ、どうして机の前に置いときたくないの、ソファーを。どう？ちょ、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 ちょ
どうした？はい、はい、はい。大丈夫？今、なりました。なりました？ちょっと、しました。はい。で、はい、実はね、はい。言っていい？はい。今日家にいるっていうの知ってんの、こっちは。なんで？ちょっと下に出てきてもらっていいかな、ちょっと。はい。え、なんでやってるんですか、ロケ？いや、実はですね、こっちはですね、ゆってぃがもうお家にいるっていうの分かってます。ちょっと下の方にいいですか？ライフラインはどうしたの？え、外に答えを教えてくれ。ちょっといいですか？ちょっと外の道の方に出てきていただいて、ちょっとびっくりするかもしれませんけど。何それ？はい。いいですか？今日はあなたのスケジュールは全部把握してますよ。怖ねえ、この。まあね、住所は言いず、まあ今言えないですけどね、それはね。はい。うわ、すげえ怖。下にね。うん、どうですか？ちょっとなんか雰囲気出てきませんか？で、今どこにいますか？今、外、出るところで、うん。はい。あ、出ました。はい。ちょっと待ってくださいね。早くさ、答えをさ、ハーレーの答え。いや、誰もいないですよ。何ですか？誰もいないですけど、誰もいない！はい。そうなんです。え？誰も言ってないんです。いやもう何なんですかこれ。マジで近所迷惑ですよ。僕一人で喋ってるの。早く問題は、ね、もしかしてなんか気にしてませんか？こんな小さいこと。いや小さいことは気にするな。それ私怖かった。そうだよね。そういうのきっちりやんな。きっちりやんな。ちょっとユッティには申し訳ないです、うん、ちょっと最終チェックでいいんですけど、はい、あのちょっと電話持ちながらやってます？電話持ちながらやってますよ。ちょっと遠目に電話を置いていただいて。遠目に、はい、で、電話からちょっと離れてやってもらっていいですか？ちっちゃいことはっていう、その、音声チェックなんですよ。あ、今ですか？はい。遠目に電話を置くってことですね。もう遠目に、ちょっと電話から距離を置いてもらいたいんですよ。まあ、5メーター、できれば10メーターぐらい。それでちょっとちっちゃいこと、うん、ちょっといいですか？音声チェックなんです。すいません。じゃあ行きますよ。はい。うん。離れてますか？聞こえてますね。結構聞こえたな。聞こえてます。うん。大丈夫ですか？はい。まだ聞こえてるんで、はい、もうちょっとじゃあ遠くに行ってもらっていいですか？聞こえない距離博多どうすんだよ。ちょっといいですか？はい。今のとこだ、ちょっと場見といてもらっていいですか？そこは聞こえますんで。場見ても、ね、はい、うん。早くさ。わかりました。ちょっと待ってください。うん。行きますよ。はい。あ、聞こえますね。はいはいはい、遠くなるとこういう音声なんですね。はい、聞こえますよ、ユッティ。まだ大丈夫ですよ。まだ大丈夫ですよ。はい、まだ行きます。まだ行きます。いいですか、もうちょっと。もういいよ。何なんだこれ。何のやつ。さらに行きましょう、さらに行きましょう。さらに行きましょう。絶対行けますね。絶対を信じてますね、こっちは。はい。何なの、これ、気にしてますよ。はい。もう無理ですかね。やってんのかな。あ、もう無理じゃないですか。すごい結構遠いのでも、はい、聞こえますよ、ユッティ。聞こえますか？はい。じゃあもう一声いきましょう、もう一声。もう一声いきます、絶対に。これいきますか、はい。いや、俺の答えをさ、いいですか、頑張って、ユッティ。テレフォンでこんな俺に繋いでくんないの？ねえ。いや、結構最初ね、話すけどね、司会者の人が。ある程度ね、話してすぐ説明して。いや、やってます。どうですか？もう無理ですか？ちょっと行けましたね。ちょっと行けましたね。これね。聞こえない。いや、これ聞こえない。ユッティ。はい。聞こえてます。やった。いやいや、すごいですよ。すごいですよ。聞こえてうち入んないよ。何言ってるか分かんなかった。ちなみにどのぐらい離れてたの今。ちなみにどのぐらい離れてた今。今、農家の端から、うん。端に携帯を置いて、うん、テーブルのテレビの前から言いました。テレビの前から？はい。あれ今、部屋の中にいるんですか？あれ部屋の中いますよ。あ、それだとちょっとルール上違反になりますね。ちょっとダメだ。さっきそのってなるんだっけ。そうですよね。ユッティ。はい。外でやってもらわないと。外でやってもらわないと。いや、これはごめんなさい。じゃあ、ちょっとユッティね。この実はね、その、話したいって方がいるんですよ、ユッティ。あ、そうなんですか？俺以外にも。なので、今から、もう行くしかないですよ、ユッティがね、ルール違反。
もうしたんでね。では、ヤギさんから、はい、説明していただきたい。やっときた。やっときた。時間は30秒ですね。30秒はい。本宅もないのに。何いきますよ。何いでは、用意スタート。言っていい？はい、ヤギですけどもね。はい、お疲れ様。ハーレー・ダビッドソンっていうのはハーレーの名前取ってんだけど、はい、ハーレーさんっていうね、人の名前取ってんだけど、はい、ハーレーさんのフルネームわかる？ハーレーさんのフルネーム？言ってそう。そう。もしかしたら。誰ですか、それ。ハーレーさん。いや、あの、ハーレー・ダビッドソンっていうバイクあるよね。はい、わかります。ハーレーさんの、ダビッドさん、ダビッドさん。ダビッドソンさんね。あのハーレーさんの名前なんだけど、はい、ハーレーなんとかさんとかなんだけど、さあなんとかハーレーか分かんないけど、はい、フルネームをちょっと教えてほしいの。今すぐ調べちゃっていいよ。ハーレーさんのフルネーム、そう、今なんか調べそう、ね、携帯でもあるの調べちゃえばいいよ。あと何秒ですか？10秒前いけますよ。いける9、ウィリアム、あーさあそこですね。え、10、ウィリアム、ウィリアム、キルベッカー、ウィリアム、キルベッカー、ちょっと聞こえないよ。言ってありがとう。切りますね。すいません。待って待って待って。今言ってるじゃん。今調べた。ウィリアムなんとかっす。ウィリアムスなんとかっすだよ。さあ。ウィリアム。ということで。ねえ。ねえちょっとずるくない？ずるいじゃん、今、声。何ですか？今の。何？ずるくない？もうだって、秒数がうるさくて聞こえなかったの。そうだよ。いや、もうカウントダウンはだって聞いてる人は、だって、これはラジオですから、すいません。これ秒数言わないと。いや、もう、わかりませんので。急にでかくなったよ。ウィリアムス。なんとかなんとかっつったんだよ。さあ、まとまりましたか？ねえ。いいですかこれ。まだわかりませんか？わかった。もういいの答え言って。もういいですよ。いいですか本当に。うん。いいんですね。いいよ。言うよ。あ、でも、そうだ。ごめんなさい。何？何？これ伝えてましたっけ？何？まだあの、なんか後が、後でどんどん伝えてくるよね。何？正解した場合10万円なんですけど。うん。間違えた場合10万円っていうのを。だってやらないよ、やらないよ。そんなこと。やらないよ。伝えてなくて。ごめんなさい、ごめんなさい。じゃあそれ答えらんない、怖くて。無理。そんな無理だ。もう怖くて答えらんない。どんなに自信がある答えでも。そんなこと。何ですか、ちょっと。え？いや、これ伝えてなかったですか？それは伝えてない。やったよ。だったらやんないよ。そう。でも始めちゃってますから。いや、そんななんとかおねが聞いたことないよ。いや。そんなおねが関係ないですよ。ザキオネアだろうが、ミニオネアだろうが。いや、ちょっと。そういうおねや系はないよ。ダメダメ。いや、いいですか？詐欺おねやだよ、こんなの。それはもうダメよ。ね、言ってないんだから。はい、ないなし、なしで。払えない。払えない。これはザキオネやじゃない。詐欺おねやだ。ちょっと。それでいいですね。いや、それでいいですね。詐欺おねや。違う、答えじゃない。答えじゃないんだよ。残念。いや答えじゃないよ。答えじゃないよ。ということで、正解は、うん、ウィリアム・シルベスター・ハーレーというシルベスターか。シルベスターが聞けなかったのか。聞けなかった。残念でございますね。だって答えが詐欺をねやるわけないじゃん、だって。いや、でも、あの言い方は答えでしかないでしょ、だって。